藤茂です。このチャンネルは世界のアートシーンを巡りながら、これから来るもの、注目すべきものをピックアップしてご紹介していきます。今回は東京から注目すべき4人のペインターを取り上げます。新型コロナウイルスによって1月の終わりから日本の都市機能は麻痺し、4月には東京にも非常事態宣言が出ました。美術館やギャラリーも自粛によりクローズドされたままです。そんな機能停止した東京からの発信です。本来ならこの2020年は東京オリンピックイヤーで、多くの野心的なプログラムが準備されていました。今回取り上げる4人のペインターの展示も、会議途中で中止になったものも、このチャンネルで取り上げることはとても重要だと思います。今回のキーワードは東京ピクチャーズでも、東京に括弧をつけました。東京オリンピックのタイミングで日本政府は国家戦略としてクールジャパンを進め、文化的ブランディングを図ろうとしました。しかしパンデミックはその熱狂をクールダウンさせてしまいました。無人で工事も中断された空虚な東京は、かえって本来的な都市の在り方を再考、転向させることになるでしょう。まず最初に取り上げたいのは大山エンリコ勇です。寺田倉庫で行われた某ソメアコンテンポラリーアートの会場からです。この作品は昨年ポーラ美術館で展示された縦3メーター、横9メーターの大作フィギュラティ207という作品です。エンリコは東京に生まれ、2011年からニューヨークを拠点にして活動しています。現在37歳。高校生の頃からグラフィティライター、エアロゾルライティングで都市の壁やクラブでのライブペインティングなどを行って成長しました。そして大学院の時に東京芸大の先端コースに行って、コンテンポラリーペインティングの可能性にも挑戦するようになりました。両方ですね。彼は少し前までニューヨークや日本の大型美術館で展覧会も行っていて、今最も注目すべき作家といえます。現代のペインティングはどこからアートとして再生申請できるかという課題なんですね。大山エンリコはエアロゾルライティング、グラフィティの中から名前、ネームライティングの部分を省いて、線を抽出して、その描法をクイックターンストラクチャー QTS というオリジナルの名前で呼んでいます。重要なのはこれは彼がストリートで得た身体値、速度、内側と外側の問題、リアルワールドの横断性、越境性というところが込められているということですね。彼はその感覚をフロー感覚っていうふうに言ってるんですけど、この QTS で生まれた作品っていうのは単なる絵画のための絵画じゃなくて、そういう総合性、ハイディメンショナルな総合性を持っているっていうことなんですね。この今回の対策はこの成果が全て集約されています。私はずっと近づいたり離れたりして見ていて気づいたんですが、この作品はいくつもの黒とかレイヤー、それからところどころにステンシルも使われていますね。これらが独自の空間と時間、速度を生み出して、いろんなことを体験させてくれるっていうことです。彼は昨年キーズヘリング美術館で個展をやって、バイラルっていうタイトルだったんです。これはウイルスっていう意味がありますし、いわゆる SNS では拡散という意味合いがあるんですが、そう、まあ、ウイルスっていうと今ネガティブに聞こえますが、彼のライティングは精度化されたペインティングを越境していくラディカルさを持っている変容体、運動体なんですよね。このように大山エンリコのライティングは、この後に紹介するディエゴや松下徹などとも共通する、都市が生み出した制度を横断する共通した時代意識の産物なんです。次に取り上げたいのが大野聡です。小山富雄ギャラリーで開催されていた個展スリープインジャングルを取り上げます。大野は1980年生まれ、現在は東京を脱出して富士吉田にアトリエを構えています。彼の絵画のモチーフは自画像、それも時には両性浮遊であり、植物や原生林、プリズム、奇妙な曲面によって作られたフォルムは霊魂やミューテーション化したキノコのようにさえ見えるんですね。今回はペインティングだけでしたが、
過去のインサルションでは床に砂や顔料が撒かれていて儀式のようでした。オーナーの作品はエンリコとは全く違うアプローチのように見えますが、東京に代表されるような都市とバーチャルな空間の距離によって生み出されているというふうにも言えると思います。今回のパンデミックを人類が自然への畏怖を失ったことによる逆襲だと言った人がいますが、大野の作品には人間と自然が混じり合う共生、もっと言うと雑菌的世界、それが生み出されるような多幸感、エロチシズムさえ生み出していると言えると思います。グラスの中に顔のない人間、それは自分でもあり自然と和合するもの、それはもうすでに人間ではないのかもしれない。彼のユートピア願望のようです。さて続いてはディエゴです。彼は都市を軽やかに遊び回り落書きをして回る子供のようです。彼は正規のアートの勉強は全然受けていません。この展示は青山のワタリム美術館のオンサンディーズで開催されたオールウェイディシークレットオーケーです。彼は10代からグラフィティを始めて、松下徹らが参加するコレクティブサイドコアの一員として石巻のリボンフェスやコンテンポラリーアートの領域に侵入しています。彼に注目するポイントは2つ。まず第一には都市の審判と編成です。電車の橋桁のようなところに絵を描いたと思えば拾ってきたオブジェをペイントし作品に仕立て上げます。都市のマテリアル全てがディエゴの素材なのです。第2にはストーリーテリングです。都市の中に住むネズミや車、文字までも擬人化されて歩き回っているんです。しかもそれは人に害を与える存在ではなく共存しているんですね。オンサンデーズの新作のキャンパスには4層のレイヤーになっていまして、それがナイフで部分的にカットされています。穴が開いていて別のレイヤーからは顔を覗かせているものがあります。隠れているものが現れているんですね。とてもハッピーなものでおすすめです。最後はサイドコアのオーガナイザーでもある松下徹を取り上げます。松下は1984年の神奈川生まれですが、高校まではアメリカで育ちました。東京芸大の先端技術コースに進み、ファインアートも勉強しました。松下はエンリコと同じようなグラフィティライターとしてのバックグラウンドっていうのを持っています。しかしその起点は都市のマテリアリティ、速度、そしてイベントです。彼もエアロゾルライターとして都市の中にある質感、例えば塗料のひび割れのようなところから作品をいかに作るかということを学習しました。そしてとても重要なのはその活動が拡張してサイドコアのさまざまな都市介入型のキュレーションに発展していったということです。例えば東日本震災で破壊されたエリアでのさまざまなフェスティバルに松下は参加することによって、逆に東京という都市性、そこに介入する文法を開発してきたと言ってよいでしょう。彼は京浜島という鉄工所エリアにアトリエを作っているんですが、そこでまるで製品のように自らのペインティングを生産しているのです。今回アイランドで展示されたロングサーキットという作品は、同心円状にエアロゾルで描線を描く機械をオリジナルで作って作り上げた絵画なんです。この作品の前にも電熱線で焼きながら作品を作るという作品もあります。つまり松下の作品には人間の行為も機械の反復行為も等価だという都市感があるっていうことなんですね。ペインティングも都市のイベントにしか過ぎないというような考えがあるのだと思います。今回は4人のペインターを取り上げました。引き続き注目すべき若手アーティストを紹介していきたいと思います。